皆さんこんにちは、うぷ主です。今回はたった1000円で新幹線に乗る方法を教えます。不正乗車はしませんので、最後まで見ていただけると嬉しいです。あ、うぷ主が実際に行ってきた、実践編もありますのでそちらも合わせてご覧ください。まずは、どうやったら1000円で乗れるのかを教えます。それは簡単です。JR の運賃計算の特例、大都市近郊区間、というものを使用することです。大都市近郊区間とは、東京、新潟、仙台、大阪、福岡近郊に設定されている区間で、その区間内で完結する乗車券であれば、どのような経路で行っても、最短経路で計算されるのです。わかりやすい例で言うと、山手線。山手線内は、大都市近郊区間であるため、外回り、内回りどちらで行っても運賃は変わらないのです。大阪環状線でも、全く同じことができる。これを応用して、短距離切符でたくさんの列車に乗ることを、鉄道界では大回り乗車、という。大回り乗車では、特急列車、新幹線に乗ることも可能です。ただ、大回り乗車は、安い代わりにできないことが多い。まずは、途中下車。大都市近郊区間で完結する乗車券では、途中下車はできない。次に、同じ駅、経路を二度通れない。これをしてしまうと、不正乗車になる。ただし、分岐駅通過の特例で一部例外があるが、尺の関係で省略します。最後は、大都市近郊区間外へ出ることができない。大阪近郊の場合、この図の区間の外へはいけない、といった決まりがある。さらに、大回り乗車で新幹線は、大阪近郊でしか乗れない。そのため、東京、新潟、仙台、福岡では、大回りで新幹線に乗ることはできない。ちなみに、仙台の大都市近郊区間に含まれている、新庄福島間の翼号は、特急列車という扱いだが、大回りで乗ることはできない。話を戻して、大回りで新幹線に乗れるのは、大阪近郊だけと言ったが、具体的な区間は、米原、新大阪間、西明石、相生間です。新大阪、西明石間は乗れないので注意してください。この区間であれば、自由席、指定席、グリーン席、どれを選んでも大回りで乗車できる。次に、新幹線に乗る際の注意点。大回りで新幹線改札を通る際は有人改札を通ってください。理由は、自動改札機は大回り乗車をすることを想定していないからです。自動改札機は、最短経路で行くことを想定しており、大回り用のプログラムが入っていないのです。そのため、大回りで新幹線改札に入るときに自動改札機に切符を入れても通してくれません。これは、新幹線改札だけでなく、背景のような在来線の中間改札も同様です。なので、新幹線改札、中間改札を通るときは、有人改札、またはインターホンを使いましょう。大体の場合、大回りです。と言って切符を見せれば通してくれます。ただ、一部の厳しい駅員の場合は、経路の説明を求めてくる可能性があるので、工程表などを作っておくといいでしょう。あとは、並行している在来線についてです。例えば、大回りで乗車できる米原、新大阪間は、東海道本線と東海道新幹線、西明石、相生間は、山陽本線と山陽新幹線が並走しています。この並走している路線は、運賃計算は新幹線に乗っても在来線経由で計算されます。そのため並走している区間に乗車する場合は、そのどちらかの路線のみ乗車できます。わかりやすい例で例えると、西大路から新大阪まで在来線で行き、新大阪から新幹線で京都まで行く、といった乗り方はできません。新幹線で行っても運賃計算上は在来線で行ったという扱いになり、折り返し乗車になってしまうのです。ただし、分岐駅通過の特例で、京都、山科間に限っては湖西線方面から京都で折り返し、米原方面へ新幹線で行く場合またはその逆の場合は例外です。最後に、1000円で新幹線に乗る大回りのモデルルートを紹介します。このルートは、あくまで一例です。出発駅は大阪の一つとなり、天満駅です。大阪環状線に乗り、京橋駅へ、片町線で一気に終点の木津駅へ、木津行きの電車は30分に1本しかないので、乗り遅れに気をつけてください。木津から宮古寺快速で京都へ、こちらも30分ヘッドな上、接続が良くないので宇治駅まで普通で行くのもいいかもしれません。京都から新大阪まではお好きな新幹線で移動してください。ただ、指定席と自由席の差額が異常なほどあるため、自由席で行くのがお得です。まあ自由席じゃないと1000円以内は無理ですけどね。新大阪から普通列車で一駅乗り、目的地大阪駅に到着です。新幹線に乗る時間より、他の電車に乗っている時間の方が長いですが、普段乗らない列車にも乗れるので、それはそれで楽しいと思います。気になるお値段ですが、乗車券、130円、特急券、870円、合計、1000円です。これだけで、少なくとも3時間は楽しめます。
さらに、もっと複雑な経路を組むと、丸一日電車に乗ることも可能です。ですので、これならお金がなくても一日中旅行できます。ぜひ皆さんも利用してみてはいかがでしょうか。この動画が役に立ったという人は高評価、逆に役に立たなかったら低評価をどうぞ。あとはコメント、チャンネル登録していただければ投稿頻度が上がるかもしれません。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。